ファナック株式会社は日本の電気機器メーカー。工場の自動化設備に照準を合わせたメーカーで、工作機械用 CNC 装置で世界主位、産業用ロボットでも世界主位。日本ロボット工業会に所属し、その中でもファナック、安川電機、アブグループ空間は世界4位大産業用ロボットメーカーである。山梨県南鶴郡を篠村に本社を置き、 富士山麓の敷地には、本社機能のほか、研究所、工場、構成施設などを集約している。富士通の子会社として設立され、その後、子がグループに所属していた。日経平均株価及びトピックスコア30、JPX 日経インデックス400の構成銘柄の一つ。主力商品は、工作機械用 CNC 装置や、産業用ロボットである。 研究開発に力を入れており、全従業員の約3分の1を研究員が占めている。特許競争力も高い。壊れない、壊れる前に知らせる、壊れてもすぐ直せるというスローガンにあるように、製品の信頼性の高さを売りにしており、2016年には面積2万2000平米という大規模な信頼性評価施設を新設した。 機械が故障する前に保守を行えるようにするために、故障予知技術の開発にも着手している。また、すべての製品の障害保守を宣言しており、たとえ30年以上前に作られた製品であっても、ユーザーが使い続ける限り修理できる体制を整備している。工作機械用 CNC 装置では、世界シェアの半数を占めており、特許総合力でも2位に、 評価されている。競合している企業は、ドイツのシーメンスや三菱電機、安川電機である。工作機械の制御の中核をなすサーボモータと、CNC を一社で販売し、NC プログラミングにおいて、日本国内の G コードのデファクトスタンダードを抑えた、ことが、強みとなっている。主に工作機械の送り軸に使われる。 同期電動機や主軸に使われる誘導電動機を開発、販売しており、黒いボディと赤いエンコーダカバーが同社製の目印になっている。DC モーターはエンコーダカバーが黄色である。また、ビルトインモーター、リニアモーターもラインナップしている。金属加工用の炭酸ガスレーザーでは世界トップクラスの高いシェアを占めている。近年、ファイバレーザーにも参入し、 同社の CNC 装置や産業用ロボットとの連携機能を強化することでシェアの拡大を図っている。2015年には小賀電機工業と合弁会社 FF レーザーを設立した。また2017年には金属 3D プリンター向けの中核ユニットへの参入が報道された。CNC ファイバレーザー発信機スキャナーを ワンストップで提供することで、高い造形精度や生産性を実現できるとしている。産業用ロボットにおいても高い技術力を持ち、アーク溶接、スポット溶接及び、パレタイジングに用いられる、垂直多関節ロボットに強く、大型の機種も揃える。機関部品である制御装置とサーボモーターは、内製化されている。特許競争力も垂直多関節ロボットでは、 トップの実力を持つ。2005年には、視覚や力覚を持つ知能ロボットを投入し、セル生産システム等も実現している。近年は、パラレルリンクロボットである、原骨ロボットを投入しており、パラレルリンクロボットの特許競争力も、総合2位に評価されている。2015年に発売した、M、M-2000 イヤは、2.3トンという、 世界最大の過半重量を誇る6軸垂直多関節ロボットであり、世界で唯一完成者を持ち上げることが可能である。2017年に発表されたスカラロボットは後発となるが、業界最高の搬送速度を誇る。2015年には共同ロボットの CR-35 イヤーを発表した。産業用ロボットは法律上、 安全策で囲って使用しなければならないが、人と接触すると停止する機能を具備した、共同ロボットは安全策で囲む必要がない。そのため、人とロボットが共存する柔軟な製造ラインを組める。CR-35 やは、共同ロボットの中では、業界最高の 35kg 過半を実現している。同社のロボットの多くは、 コーポレートカラーである黄色に塗装されているが、共同ロボットは見た目ですぐに安全だとわかるように緑色に塗装されているのが特徴。また、ファナックのほぼすべての商品は国内で開発、製造されているが、防爆仕様の塗装用ロボットだけは例外的に米国市会社のファンアメリカで開発、製造されている。ロボドリル、ロボショット、ロボカット、 ロボなのは総称してロボマシンと呼ばれている。ロボマシンの制御には、同社製の CNC とサーボモーターが用いられている。ロボドリルは iPhone の筐体加工に用いられたため iPhone の人気により需要が急増し、2010年代前半のファナックの業績を大きく押し上げた。2016年4月には製造業向け IoT プラットフォームである。 ファインテリジェントエッジリンクドライブシステムの開発を発表した。フィールドシステムを導入することで、複数台のロボットの学習情報を共有して、学習時間を短縮したり、機械に取り付けられたセンサの情報をディープラーニングで解析することで、故障予知が可能になるとしている。フィールドシステムの発表当初からベーシスコシステムズ、ベーロックウェルオートメーション、 東京大学発ベンチャー企業のプリファードネットワークスが開発に加わっており、さらに同年7月には NTT が、同年10月には NVIDIA が加わった。2016年8月には、フィールドシステムに参画するパートナー企業向けイベント、フィールドシステムパートナーコンファレンスが開催され、トヨタ自動車や日立製作所、ホンダ技研工業など、約200社が参加した。 2018年1月31日には、日立製作所及び、プリファードネットワークスと、合弁会社インテリジェントエッジシステムの設立に、合意した。日立製作所の OT、IT を取り込むものとみられる。ケヤの木である。社名のファンは、フジオートマティックニューメリカルコントロールの当事語である。ファナックは、工作機械用 CNC 装置や、 産業用ロボットなどの市場占有率で軍を抜く企業である。CNC 装置においては世界シェアの約50%を有すると言われ、日本でのシェアは実に70%に達する。産業用ロボットにおいても世界シェアの18.5%を握り、こちらも世界主位である。サーボモーターやビジョンセンサなどの内製化や、 自社工場内での自社生産業用ロボットの効率的な活用により、競合他社に対して圧倒的競争優位を示している。2017年度の業績は、売上高7266億円、経常利益2495億円で、利益率は34.3%という、製造業屈指の高水準である。 技術流出防止などの目的で日本での生産にこだわっており、半製品から組み立てを行っている中華人民共和国の拠点を除き、山梨県の本社工場でほぼ全量を生産している。世界への販売比率は8割であり、中華人民共和国や大韓民国への輸出が多いが、円立て決済を取り入れているため、為替レートの円高の影響を受けにくい。また、 創業以来、技術を磨くことに集中して、在宅には手を出さないという方針を守り続けている。その方針と高利益を上げ続けたことが、相まって、2015年には、ネットキャッシュが、日本企業で当時最高の9356億円に、上った。しかし、2016年は、ネットキャッシュが8316億円で、日本企業で4位。 2017年は7,743億円で、日本企業で5位と減少傾向にある。1986年10月13日に、昭和天皇が行行した、際の記念碑、及び近代化の歴史資料等が収められている。親会社であった富士通が、徐々に持ち株比率を低下させたことにより、同社の関連会社ではなくなった。2009年8月に、 ファナックによる自己株式取得に応じて、富士通の保有の全株式が譲渡され、完全に独立することになった。富士通に次いで4.43%の株式を許していた。同じく、コガグループの富士電機も2010年5月に大多数を売却して、コガグループとの関係性が薄くなり、2021年時点ではコガグループに含まれていない。 2016年7月29日、日本の公的年金を運用する年金積留金管理運用独立行政法人が2015年3月末時点で保有していた株式や債券の銘柄を公表した。その中には、ファナックの株式が当時の時価総額で3679億円分含まれていた。ファナック学校、ファナックトレーニングセンターの後継として、 ファナックアカデミーが作られた。ファナックアカデミーは NC 工作機械やロボットを扱うユーザー向けの研修施設である。以下の3つの課がある。2から5日間で学べる多くのコースが用意されており、宿泊施設も備える。現在は本社地区のほか、名古屋分校がある。また、以前はファナックロボット学校が大分県に設置されていた。 ファナックのコーポレートカラーは黄色である。商品、建物、従業員の制服、社宅、独身料、ウェブページの背景、営業者から、原動機付き自転車、車用のバス、トラック、さらにはテーブルクロス、箸袋までが黄色になっている。黄色がコーポレートカラーになった由来は、ファナックが富士通の一事業部だった時代に、 富士通が事業部ごとの報告書等を区別しやすいように色分けしており富士通ファナックに黄色が割り当てられたこととされる実質創業者の稲葉正門は黄色を使う会社がとても少なく目立つ色であり皇帝の色、気違いの色、要注意の色という意味を持つことから黄色を気に入り徹底的に使うようになった本社の建物は 富士箱根伊豆国立公園内にあるため、景観保護の制約で、一部建物は黄色でないものも、ある。ファナックの本社は、富士山の麓海抜1000メートルの森の中に位置している。ここには、各種工場、研究所、社員用施設などがあり、会社の機能のほぼすべてが集約されている。周辺52万坪に広がる森は、ファナックの森と呼ばれており、 会社のすぐ近くに、リスウサギしかタヌキキツネといった野生動物が生息している。森には、ファナック通りという通りや、ファナック前というバス停もある。東京都日野市からの本社移転の際には、自然保護のため、森の木は一本も切らずにすべて移植された。工場の向きがまちまちなのは、なるべく移植する木を減らすためである。 とりわけ、ロボットシステム工場の建設時には、2000坪に広がる、木とその下の不要土を、膨大な費用を追やし300メートル移動させるという、大規模な工事がなされた。施設を覆う作は、A スコットランドのエディンバラのホリールード宮殿にある、メアリー女王の浴室脇のフェンスを参考にしてデザイン、されており、最新鋭の技術と森の自然を守るという意味が、込められている。 2011年1月から7月まで日本語版のウェブサイトが閉鎖され、東証一部上場で2011年3月期に連結で4462億円を売り上げた大企業としては異例とも言える状況となった。2020年現在はウェブサイトを閲覧することができる。証券アナリストや記者を対象にした2011年3月期の決算説明会を中止した。 2013年の新春号の4期法では、IR 不全との見出しがつけられ、対面及び電話の個別取材不可、書面問い合わせにも沈黙貫くと記載された。2013年、社外取締役が導入されたほか、35歳の稲葉清則が、取締役に就任した。稲葉正門相談役、名誉会長が、経営本部長、研究本部長、及び、 関連会社の代表から解任されるというニュースが世間を騒がせた。富士山直下に本社、研究所、工場、構成施設などが立地しているため、2011年の東日本大震災以降危機的状況にあるという指摘もある。富士山噴火や南海トラフ巨大地震が発生した場合に被害を予想する意見がある。 2015年3月、SR 部を設立した。株主との対話を推進するためである。ありがとうございます。